月曜日やりますよ。やらないわけないじゃないですか。ねえ、特にお集まりくださいとは言いませんけど、でも抗議の意思示したいですよね皆さん。あら、 TPP に反対ですよね。やっぱり反対するんだったら永田町かな、やっぱり国会議事堂の前かな、いやいや議員さんがいるから議員会館の前かな。でも一人だと不安だな。そんな方は一人はさせません。ここに私がいます。一人じゃありませんから、胸を張ってきてください。寂しい思いさせませんから。どっから来たのとかそんなこと話しかけませんから。向こうに向かって話しかけますから、ね、でやっぱりね、なんかわかんないけどね、これまあ言っちゃうのは悪いのかもしれないけど、だけどねこれそろそろこの傾向は終わりにしないといけないと私も思ってるんで、あえてまあ辛口なこと言わせていただきますけど、本当にね、安保法もそう、特定秘密保護法の時もそう、本決まり寸前の1日2日に人が集まりすぎ。いやもちろん集まなきゃいけないですよ。だけどね、だけどね、問題がじゃあその1日2日でいきなり始まった問題かっていうの違うんですよ。 TPP なんてもう何年も前から言われてる話なんです。で、まあちょっと歪んだ言い方に聞こえるかもしれませんけど、ご容赦ください。私ちょっと言いたいですよ。私は言いたいんですよ。ねえねえ、私が雨の日にものすごい嵐の人なり、民進党の TPP に対する弱腰の姿勢に抗議するために民進党本部前に嵐の日に横殴りの雨で、その時にお付き合いいただいた方々総勢5人です。人権の方を入れて、そして農協の JA の全中さん、中央が TPP 容認に寝返ってしまった時に JA に対する請願行動を大手町で打った時、中継の方入れて3人です。そして TPP を見据えてのね、TPP を見据えて農水省が遺伝子組み換え稲またの国内での栽培承認をすることに対する抗議行動、これも TPP 関連でやりましたけど、これの呼びかけに対しては私一人でした。中継の方入れて私ともう一人、つまり中継の方一人と私一人でした。そしてあと二人は通行人でした。立ち止まってくれた通行人でした。何やってんのって言ってただけでした。で、そんな私の立場から言わせていただくと、すごい身も蓋もないことを言ってしまいます。何を今更なんです。何を今更なんです。これ本当に皆さんお気を悪くされる方いっぱいおられると思います。今日この場に来られてる方で、だけどあえて言わせてください。何を今更なんですよ。今までそっぽ向いてて何が今更なんですよ。この問題はそんな最近にできた問題じゃないんですよ。これはで、これは全ての問題にわたって言えることです。ですから確かにね、華やかな場でみんなで声を上げることは高揚感があります。一体感もあります。何も達成しなくても間違った達成感も得られます。今日の集会良かったねとか言ってね、ふざけたことやろ。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。今のはちょっと言い過ぎです。でね、本当にね、私はここで言いたいです。TPP っていうこのね、世界の一大事に関して、こんな情けない状況を生み出してしまった原因は、毎度毎度、さまざまな問題が持ち上がるために繰り返される。この現象が、ね、それを許してしまってるんですよ。もう寸前に場が華やかになってきた時だけに
をするのはやめにしませんか。そろそろそれは終わりにしませんか。一大事は一大事なんですよ。誰が何と言おうと、ね、どこの政党の人がそんなことじゃなくて野党共闘だと言おうと何しようと、 TPP は私がね、熱狂的な野党共闘の支持者の方から今は TPP とかじゃなくて野党共闘だよ、テストに実力があるんだからもっと野党共闘をみんなが言ってる場に出てこなくちゃ、そんなことを言われてた時にも TPP はそれどころのそれじゃないんですよ。皆さん本当にね、こんな悪循環はここで終わりにしなければいけません。一人一人の胸に手を当てて考えましょう。あ、すみません、白っぽい声こと言っちゃったからちょっと規制上げましょうか。じゃあ規制を上げることで、血を吐くような規制を上げることでチャラにしたいと思います。